Hey, what's up? Hi. You're pretty cute. Gonna hang out sometime? No, I don't think so. こんにちは、ともやです。今回はネイティブで学ぶリアル英会話ということで、実際にネイティブ同士が会話しているリアルな英会話のシーンを使って、まあ、英会話で品質の英語を厳選して解説していこうかなというふうに思っています。で、まあ、今回のは、まあ、男性が女性をデートに誘おうとしているっていうところの動画になっています。はい。で、こういった英語の解説動画って他にもたくさん僕がアップロードしてるんですけれども、まあ、そこで出てきた英語であっても、まあ、ここでですね、また再度取り上げて、もし今回の動画で出てきた場合は再度取り上げて解説をしていこうかなと思います。っていうのも繰り返し解説していくことで、まあ、これを見ていただいているあなたの、まあ、脳にどん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 英語が定着していくからと思ってるからですね。で、重要なのは、その解説する英語を読めるかどうかではなくて、使えるかどうかなので、英会話で使えるかどうかっていう視点で、まあ、見ていただければいいのかなと思います。で、あと、まずですね、この動画フルバージョンを見ていただいて、まあ、ネイティブ同士の会話っていうのを見ていただいて、その後に、まあ、シーンごとの英語の解説っていうのをしていきます。はい。で、その後っていうのは、まあ、この動画はですね、繰り返し見ていただくことでどん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 定着すると思いますし、あとまあ他のですね英語の解説動画もどん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 見ていただくことで、さらにですね英語の定着度というのは増してくると思うので、それもですねぜひ見てください。はい。で、あとはですね、まあこのフルバージョンの動画に関してはネイティブ同士が会話してですね、別に全部理解できなくても OK です。まあそうするとこうストレスになると思うので、まあ僕はですねあくまで解説している箇所だけ理解していただければそれだけで OK です。それでは早速フルバージョンの動画を見ていきましょう。 Hey, what's up?You're pretty cute. Wanna hang out sometime? No, I don't think so. I mean, I'm just new here, so I just want to see you, you know, okay, chill, hang out, something. I have a boyfriend. You do? Yeah. I mean, we can just be friends, you know, it doesn't have to go. It's kind of serious. I don't think it's a good idea. I don't give my number out to people I don't know, sorry. You sure? Yeah. All right, well. Bye. All right, let me call you back.Hi, how's it going? Hi, good. Are you sitting here alone? Yeah, I am. Mind if I join you? Yeah, go ahead. You don't have a boyfriend or anything by any chance, do you? No. What do you got going on later on tonight? I'm not doing anything. What are you up to? Nothing. I don't have any plans tonight. I was wondering maybe you wanted to get a drink. Yeah, that sounds like fun. Awesome. Mm-hmm. Yeah, why don't we... Oh, actually, I'm here meeting up with my boss. Oh, okay. Yeah. I'm here to give him his car. You can wash my car? Here you go, boss. I'll wash your car.Would you like me to clean this? That's your boss? Yeah. Oh, okay. Why? I don't know. Crazy. Why does that matter? Oh, it doesn't matter. So you still want to grab a drink, or? Maybe we could get a drink next time. Oh, you have a boyfriend. Oh, it's not that serious. Oh, I thought it might be a good idea. I mean, we could get to know each other. Wait, so do you have a boyfriend, or you don't? No, it's not that serious.I guess we could hang out maybe like 10-15 minutes ago. Yeah, you wanna... But I hate liars and gold diggers. Too bad for you. シーンごとに英会話でよく使う英語を解説していきます。Hey, what's up?What's up っていうのは、まあ、挨拶として Hi と同じ意味で使われたり、最近どうって意味で How are you と同じ意味で使われたりします。例文見ると Hey, what's up っていうのはこれはただ挨拶してるだけですね。Hi みたいな感じです。で、下のは What's up っていうのは、まあ、最近どうって感じなんで、まあ、Good とかって答えるわけです。それで最近どうって言うと、なんか I'm fine って言っちゃう人が多いんですけれども、で、それはそれで別に間違ってないんです。全然間違ってないし、ネイティブでも全然言うんですけれども、気分がいい時は Good とかって言うと、もうちょっと気分の良さっていうのが伝わったりします。Hi. You're pretty cute.プリティっていうのは、ただ単純に綺麗だねとかだけではなくて、普通にこう、結構とか、まあまあみたいな感じで、強調のニュアンスとして使われることが多いです。まあそう言ってもよくわからないと思うので、まあ後で例文見ればすぐわかるかなと思います。で、この強調するときなんですけど、ベリーよりはですね、ちょっと弱めなニュアンスで使われることが多いです。まあ早速例文見ていくと、You are pretty cute ってことなんですけど、これはまああなたはとても可愛いねってことなんですけども、このとてもっていうこの度合いですね、これがベリーよりは弱めなことが多いってことです。まあ大体同じようなぐらいのレベルで感で使われることもあるんですけどね。ハングアウトは遊ぶってことですね。Let's hang out tonight っていうのは、今夜遊ぼうよってことで、You should hang out with your friends っていうのは、あなたは友達と遊んだ方がいいよみたいなことになってます。Sometime っていうのは、いつかとかそのうちって意味です。はい。We should hang out sometime っていうのは、要はそのうち出かけようよ、出かけた方がいいよねみたいな感じに言ってます。I mean, I'm just new here, so I just want to see you, you know, okay, chill, hang out, something. 文頭の I mean は説明の追加です。
何かその I mean を言う前に何かしらを言っていて、その説明をさらに追加したいときに今使われたりします。まあ日本語で言うと、まあとかつまりみたいな感じでのニュアンスになることが多いです。まあ例文見ると、I mean we can just be friends って書いてあるんですけど、これは例えばですね、あの前の文で例えば、なんか例えば、Can we go out? とか言って、こうデートに誘ってる。まあ、どっか行かないみたいな感じでデートに誘ってる時に、例えば相手がですね、I'm sorry, I have a boyfriend とか言って、まあ、要は彼氏もいるんだよねって言ってきた時に、ちょっと説明の追加で、I mean, we can just be friends みたいな感じで、いや、まあ、あれでしょ、友達に、ただの友達になれればいいじゃんみたいなことで説明を追加してるっていうことです。chill っていうのは遊びに行くってことです。You wanna chill with me tomorrow? っていうのは、要は、明日遊びに行かない、明日遊びに行きたいみたいな感じで聞いてます。はい。Let's chill out today っていうのは、今日遊ぼうよみたいな感じで言ってます。I have a boyfriend. You do? Yeah. 大動詞の do は動詞の重複を避けます。はい。まあ例文見ると、I have a boyfriend って言った後に、You do って言ってるんですけど、この You do っていうのは、もし、しっかりすべての文で表すんだとすれば、You have a boyfriend って言ってるんですけど、この Have a boyfriend ってもうすでに前の人が言ってるわけなんで、まあそうすると別にもう一度言う必要はないので、この do を使うことによって、まあめんどくさいじゃないですか、もう一度言うと。なのでこの do を使ったりします。Hi, how's it going? Hi, good. How's it going? っていうのは調子はどうってことですね。まあ How are you? と同じみたいな感じです。はい。How's it going? って言われたら、だから good とか not bad とか、まあいいよとか、悪くはないよみたいな感じで答えたりします。Mind if I join you? Yeah, go ahead. Mind っていうのは何々を気にするって意味です。Do you mind if I sit here? っていうのは、私がここに座ったらあなたは気にしますかってことなんで、もうちょっとちゃんと訳すと、要は、ここに座ってもいいですかっていうことを聞いてるってことですよね。で、never mind っていうのは、気にしないでってことです。go ahead はどうぞを意味して、まあ、相手の行動に対して許可を与えるときに使われたりもします。can I ask a question っていうのは、質問していいですかと。で、そしたら、sure, go ahead と。もちろんいいですよってことですよね。で、他にも例えば、mind if I join you って言ったら、あなたに参加してもいいですか、要はあなたと話してもいいですかってことなんですけども、yeah, go ahead ってことで、いやもちろんどうぞって感じですよね。You don't have to have a boyfriend or anything by any chance, do you? Happen to はたまたま何々するとか偶然何々する、もしくは疑問文になると、まあ、ひょっとして何々みたいな感じで、まあ、いわゆる、まあ、どちらもですね、まあ、偶然だったりこうたまたまっていうようなニュアンスがあります。はい。で例文見ると、I happened to see him yesterday ってことなんですけど、まあ、私はたまたま彼を昨日見たよってことですよね。で下の、Do you happen to know him っていうのは、ひょっとしてあなたは彼を知ってるみたいな感じになります。By any chance はひょっとしてとかもしやって意味です。例文見ると、Do you have a pen by any chance? って言うと、あなたはもしかしてひょっとしてペンを持ってないですかみたいな感じで聞いてます。What do you got going on later on tonight?Get going on は何々を始めるとか何々をするって意味です。例文見ると、I gotta get going on this っていうのは、私はこれをしなければいけませんってことですね。これを始めなければいけませんとか、これをしなきゃいけませんっていうことになります。はい。で、Let's get going っていうのは、さあ始めましょうとか、始めましょうみたいな感じの意味になります。What are you up to? What are you up to? っていうのは、今何してるのって意味です。What are you up to now? っていうのは、別に now をつけなくても今何してるっていう意味になることが多いんですけれども、まあこれ now をつけることでさらに今っていうところを強調してるという感じです。What are you up to tonight? っていうのは別に今だけではなくて、例えば今夜、この tonight っていうところをつけることによって、まあ今夜何してるのみたいな感じで聞くこともできます。I don't have any plans tonight. I was wondering maybe you wanted to get a drink. I was wondering if っていうのは何々はいかがですかって意味です。まあ例文見ると、I was wondering if you'd like to go out with me ってことなんですけど、まあ私は wonder、要は不思議に思ってる、あなたが私と出かけるかどうかってことなんですけど、これはまあ要は誘ってるわけですよね。まあだから日本語に直訳すると、直訳っていうか意訳をすると、何々はいかがですかみたいな感じで、まあ誘っているというか、提案をしているって感じですね。で、これ過去形なんですけれども、なんでこれ過去形かっていうと、まあ過去形にすると要は丁寧なニュアンスになるんですよね。だから丁寧な感じで誘っているっていう感じなんで、まあ、何々はいかがですかっていう感じで丁寧になってます。で、この過去形がなぜ丁寧なところを表すのかっていうところは、僕はですね、実は別の動画で解説しているので、その動画を概要欄に貼っておくので、そちらで確認をしてください。Yeah, that sounds like fun. Awesome っていうのは素晴らしいとかやばいって言うんですね。やばいっていうのはいい意味でやばいってことです。はい。で、例文で例えば、sounds awesome って言ったら、そうやばいねとか素晴らしいねとか面白そうだねみたいな意味になったりします。他にも例えば、I passed the exam awesome って言ったら、私は試験通ったんだよねって言ったら、awesome ってことで、おい、素晴らしいじゃんとか良かったじゃんみたいな感じになります。Yeah, why don't we?Why don't we? っていうのは何々しませんか何々しましょうということで、いわゆる勧誘になってきます。例文見ると、Why don't we go somewhere? っていうのは、どこかに行きませんかっていうところで、Why don't we go out for dinner? っていうのは、要は夕飯に出かけませんか一緒にみたいな感じの意味になります。勧誘ですね。I'm here to っていうのは何々しに来ましたって意味です。I'm here to see you っていうのは、私はあなたに会いに来ましたと。で、I'm here to talk to you っていうのは、あなたと話しに来ましたっていうことになります。まあ、この to っていうのは to 不定詞ですね。Would you like me to clean this?
would like 人という動詞は人に何々していただきたいみたいな感じになります。例文見ると I would like you to come here というのは私はあなたにここに来てほしいみたいな、来ていただきたいみたいな感じの意味になります。で、これ want を使った場合も意味は同じです。例えば I want you to read this book というのはあなたにこの本を読んでほしいですってことなんですけど、これ would like の方が丁寧な表現なんですね。want だとあまり丁寧な表現ではないので、丁寧な表現を使いたいときはこの would like の方を、使っていただければいいのかなと思います。Creepy っていうのは気味が悪いとか気持ちが悪いって意味になったりもします。はい。例文なんですけど、まあ、It's creepy ってことで、まあ、これは気味が悪いとか。で、He's creepy ってことなんですけど、これは彼は気味が悪いとか、あともっと過激になると、彼は気持ちが悪いっていうところのニュアンスになったりもします。Why does it matter? Oh, it doesn't matter. Matter っていうのは重要であるとか問題であるってことです。Why does that matter っていうのは、なぜそれが問題なんですか、重要なんですかってことなんですけど、まあ、もっと意訳すれば、それがどうしたってことですよね。うん。で、it doesn't matter っていうのは、まあ、別に問題じゃないよとか、重要じゃないよってことですよね。Get to know は、何々を知るようになるっていうことです。Let's get to know each other は、お互いのことを知ろうよとか、知り合いになろうよみたいなニュアンスになります。Alright, well.最後にってことで、本日解説した英語を定着させるために、この動画を繰り返し見てください。まあ、最低1回は見てください。はい。まあ、聞き流すだけでも効果はあるんですけれども、まあ、音読とか独り言とかを、まあ、例文を使ってですね、実際にやっていくとさらに効果があるかなと思います。で、今回のですね、動画が役に立ったと思ったら、下からですね、高評価、グッドボタンを押していただいて、まあ、今後もですね、どんどん有益な情報を YouTube で発信していくので、まあ、見逃さないように、これもですね、下から、チャンネル登録をお願いします。それで、本気で英語が聞けて話せるようになりたい人向けに、僕の公式ラインで、まあ、本格的な英会話の無料講義っていうのを配信しているので、あなたが本気で英語を聞けて話せるようになりたい場合は、下の概要欄からですね、僕の公式 LINE に登録をしてください。で、あとはですね、Twitter やインスタでも、なんていうんですか、英語学習に役立つ情報を、まあ、提供しているので、あなたが英語上達に興味がある場合は、まあ、そちらもですね、チェックして、まあ、フォローしてみてください。それでは今日の話は以上になりますので、ありがとうございました。